キャロライナリーグを解説していきたいと思います。このキャロライナリーグは頭にバレットシンカー、さらにその後ろにスイベル、さらに離れたところにフックがセットされているリーグになります。このリーグの特徴としてはシンカーがついていることによって飛距離も出せて、さらにこのシンカーからフックですねが離れていることによってノーシンカーのような自然な動きを演出することができるリーグになります。キャロライナリーグの場合、シンカーから、ワウンまでの距離があります。でこの距離があることによって、沈んでいくときもシンカーが先についてから、その後ワームがゆっくりと沈んで、ノーシンカー状態でバスを誘うことができます。基本はキャストしてからフリーで落として、ボトムまでしっかりつけてからゆっくりズルビック、もしくは軽くシンカーを引っ張ってあげてさらに落とす、こういったゆっくりしたアクションが有効なリグです。ゆっくり動かすことでこのシンカーの後ろのワームがノーシンカー状態で漂っていくと。ゆっくりワームがシンカーの後に落ちていきます。さらにワームがフリーになっていることで魚が実際にワームに食いついてからもナチュラルに食わせることができる、違和感なくワームを吸い込んでくれる状態になっています。